チャオ、あっちゃんです。今日も、シンデレラ城の続き作っていきたいと思います。はい、前回は、ここまでできた真ん中の塔が、あとは4つの塔作ったら完成です。今夜完成できるかな。できたらね、点灯式したいと思うんで、頑張って作りたいと思います。はい、では作っていきたいと思います。もうね、ファインダーに入らへんから、ちょっと見どけて。まずパーツを出します。同じのが4枚あったら、とりあえずね、1本ずつ作っていきます。はい、これだね。あ、2本持ってくるな、それか。あれ、ニッパーどこ行ったっけ。これ2本動いたの？では作っていきたいと思います。はい、これかな。今これを切って、ねえ、わかんないんだよね。え、なさそうやね。
次1やな。で、1。これが2か。2。3、4、わかんない。こうかな。わかんないぞ。また。ん？
かなっぽいな。こうじゃないのかな。わかんない。なんか違う。違うわからへん。これこうやな。こうやこうや。できたできた。すごい悩んだよ今。難しいです。はい、でね、すごい、難しいよこれ。できました。で、これつけたら完成。はい、では反対側も作りましょう。大体今みたいな感じで作り上げていくねんけど、これが結構難しいんだよね。これ3かな。3、4。
3、4。こうかな。これがここ、説明書がね不親切。これもうちょっと分かりやすかったら作りやすいんだけどね。バリある、ここなんで入らへんのかな。で、こうね。透明で見にくい。あれ？なんで？これじゃないの？
難しいな。難しい、なんか無口になってしまうわこれ。結構愛が悪いです。はい、片方できました。あとこっち側ね。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。